スは、苔植物、仙類の一族である。熱帯域で樹木の葉の表面に生育し、よく発達した原始体を永続的に維持し、それが植物体の大部分を占め、通常の配偶体はごく小さなものしか生じない。二種が、熱帯アジアからオーストラリアに分布し、日本には産しない。熱帯アジアから、オセアニア、オーストラリアに分布する、仙類で、 生きた植物の葉や枝の上に生育する。その植物体は、葉の上に広がるカーペット状のものであるが、それらはほぼすべてが原子体からなっている。普通の仙類では、胞子から発芽したものが原子体であるが、配偶体の本体がその上に発達し始めると、原子体は消滅する。しかし、本属のものでは、原子体はよく発達して、複数の型の枝を分化させ、 永続的に光合成と無償生殖を行う。通常の苔では本体となる形容体はほぼ増乱期と増生期とそれを包む法要数枚にまで縮小されている。有性生殖はこれらの上で行われ、普通の苔と同様に柄の先端にをつけ、胞子を形成する。2種があり、古くから知られた e 2ジボーデンシスは、 この分布域のほぼ全域にわたって生育しているが、後にもう一種が追加され、E. トレンティポレオイズはニュージーランド付近でのみ知られている。タイプ種である E. トジボーデンシスに基づいて特徴を示す。着性のコケ類であり、全体に緑褐色をしている。ごく小型な構造で長く維持される原子体と、そして極めて耐火的な配偶体からなる。 原子体は不規則に枝を出して広がるが、その枝には主軸と三通りの型の即死からなる。これらはプレッスルロクダケットが2009年の論文でクロロネマ・ブリッスルヘプテラと名付けている。主軸はコールプニーマタと呼ばれ、緑褐色から暗ン褐色をしており、所々で分子し、円筒形の細胞からなっている。 細胞の大きさは、長さ80から130、19から30で、細胞壁は厚く、クロロネマタより、葉緑体が少ない。クロロネマは、主軸より、幅が狭く、単緑色から明るい黄緑色をしており、20から40、10から15の長さが短くて、細胞壁の薄い細胞からなる。多く枝分かれして、先の方では広がっている。成熟した。 原子体では表面にクロロネマの層が一面に広がり、そこからブリッスルが無数に出ている。ブリースターはバーチカルスパインつまり直立する針上突起は高褐色で長さ700から900で800から118から29の細長い細胞からできている。ヘプターは過根状の構造で、それによって機質に付着し、長さ120以下の短い細胞からなっており、 単一であるか、まばらに分子する。メコによる無症生殖が行われ、これはクロリネマの市場構造の先端か、あるいは主軸の細くなった部分に形成される。無症生殖に用いられるメコは防水型で単列を、ナス5から7細胞からなり、長さ150から200ほど、死誘動種ながら独立の都を生じる。下避となる葉は、 黄緑色から赤褐色で高卵形をしており、長さ0.6から2.5ミ、mm、リメートル、幅0.5から0.8ミ、mm、リメートルで、先端は尖り、円は滑らかになっているか、わずかに虚子がある。造成器は、長さ50から80。メス法容は黄緑色で、オス法容と似ている。造卵器は、未確認。柄は細く、黄緑色から緑色で、 長さ1から1 2ト、mm、ルは、乱形から楕円型で、横を向き、長さ150から 250? 蓋は長くくちばし状、場は16あり、オレンジ色から赤葛色で、筆心状の三角形、狭い溝があり、表側の表面には横断方向に線が走り、裏側の表面にはよく発達した覆面白膜が、基部から先端に向けて伸びる。内側のは、 外側と同調帽子は四凶棒の形で、上面にわずかに毛があり、基部でははっきりと縁取るように毛が並んでいる。帽子は緑色帯、丸くて計0.8から1、表面はほぼ滑らかとなっている。その外見は全体が褐色の毛羽だった吸い取紙のように見える。もう一種の良いトレンティポーレオイズは、この種とよく似ており、u f 用や、 メス法要は、ほぼ同じであるが、以下のような点が異なる。これらの結果、この種の方が見かけでは賑やかになる。またこの種では、猫が休憩である点も異なる。この2種には分けるべきかどうかという議論もあったが、バートレットは、この2種の区別点を表にまとめ、別種とする判断をしている。ジュエングプルームチャントナオーラピントはこの他に、原子体においては、この種では、 本種で顕著な垂直の針状突起がないことを挙げている。西ともにアジアからオセアニアに分布する。イートジバデンシスでは分布域として以下のような地域が挙げられている。タイ、ベトナム、ラオス、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ニューギニア、ニューカレドニア、フィジー諸島、クイーンズランド北部。イートレンティボレオイズはニュージーランドに分布し、 ニュージーランド内では広く分布している。他にタスマニア島からも知られる。生育環境としては、イー・トジバデンシスに関しては、ジュエング・プルームチャント・ナオーラ・ピントがタイにおける状況を報告している。それによると低地から山地の森林に見られ、その標高は50から1700メートルにわたる。通常は生きた葉の上に出現し、時に枝にも出て、 クサリゴケカルジュイニーシのものやケビラゴケゾクラズラ、SPP と共に生育しているのが見られる。E トレンティポレオイズに関してはバートレットがニュージーランドにおける状況を報告しており、それによるとニュージーランドの南位37度20から46度にわたって広く見られる。北島では散発的に見られ、より豊富に見られるのは南東の東海岸の湿ったヤブや森林である。 気性ではあるが湿気を好むもので、かつ、日陰への耐性がある。常に湿っていて高い湿度を保つ環境に生育する、ものである。絶対的な着生植物であり、種として、小枝の上に生じるが、樹皮状や葉の上でも観察されている。着生する対象の植物に指向性はないと思われ、多くの遺憾束植物上で見られるほか、外来の桜でさえ見られる。 やはり様々な苔植物や地類と共に見られる。また、本属の原子体では、器物に固着する花根状の構造から多量の粘液を分泌することが知られており、そこにはシアーノバクテリアが豊富に生息しており、これが本属原子体に窒素源を供給している可能性があると指摘されている。苔植物は一般に胞子から発生すると、 その初期に原子体を形成し、その上に配偶体の本体を発達させ、その上で有性生殖が行われる。この苔はしかし、配偶体本体がほとんど発達せず、その前段階である原子体が長期に維持され、生殖がその状態で行われる。これはある種の養鶏成熟と見ることができる。このような形をプロトニマルネオテニー、薬語不詳、原子体による、 妖形成熟、ノイと呼ぶ。苔植物にいてこの形をとるものは、線類に多く、六属四十種ほどが知られる。これに対して、体類では三の四種があるのみで、角苔類では知られていない。また、線類の中では、本属のもののみが着生である。葉の表面に生育する苔類は、苔類では例が多いが、線類では、ごく少ない。このような苔は、 当然ながら、葉の寿命以上に長く生きることはない。エフェメロプシスは、このように長い生存期間が保障されない環境への適応として、形容体の発達の段階を省略し、それによって生活史を短縮することができたのだと考えられる。長らく単一の種で、東南アジアからニューギニアに分布する、イー・トゥジボデンシスのみで知られてきた。しかし現在ではもう一種。 e いトレンティポレオイズがオーストラリア、ニュージーランドからも知られている。分類上の位置に関しては単独で独立の都がとする扱いが長くを行われてきた。1889年にフライッシャーがネマトッチという仮名を提案したが、これは規則に沿わないなであるとして、シュルツ・モーテルが1970年にエフェメラプシーダーチーを提案し、これが使われるようになった。しかし本族は、 細抜が五ケかダルトニア球に含まれるものと判明している。この戸川従来は油五ケかフッカーアッチに含まれていたものである。バックが1988年に本種をそのと、配偶体上の放肆体を保護する構造の特徴の共通点から本属を移した。この位置づけに関しては分子系統の研究からも指示されており、それによると本属の二種は単系統をなしており、 一つの族にまとめる扱いの妥当性は認められる一方、どうかのそれ以外の群との関係に関しては、報告によって若干の違いがある。ちなみにエフェメラプシスはエフェメラムに似て異なるものの意味にとれる。影老ゴケ族エフェメラムは地上性で、やはり原子体がマット状に広がって光合成をするが、配偶体も小さいながら発達し、 形容体には数枚の小さな葉がある。日本には三種が知られる。2011年にボタンタケモ目の菌類である、ブライオネクトリア属の新種として、B プロローニマチスが記載された。この菌は生きた葉状に生育する本属の良、e、い、トゥジボーデンシスの上に広がり、透明な死脳核を形成する。この菌は生きた状態の本属原子体から栄養を得ているもので、 原子体の上で生育している菌は、ごく珍しく、また波状に着生する、植物等の上に出現する菌というのもまた珍しい。植物性の糸状態の上に生息し、栄養を得て生活する菌類には、例があり、例えば地上性の藻類であるスミレモのも体を覆うようにして生活する菌類に、スミレモもどきがある。藻類を栄養源として、共生体を作る菌類は、 地ル類と呼ばれ、スミレモモドキもチル類である。この金と本属のものとの関係もこれに似ているが、本属は固植物であるために、この定義からは外れる。新たな枠組みが必要になるのかもしれない。以下、種として、ジュエングプルームチャントナオーラピント、P1 から2北側、P179 バートレット、P180 バートレット、 P181 ジュエングプルームちゃんとナオーラピント P2 バートレット P180 グランドスティンウィルソン p 7トジュエングプルームちゃんとナオーラピント P2 バートレット P180 から181プレッスする＆ラケットこの段はここまでグランドスティンウィルソン北側 P179 から180北側 P179 北側 P186 バートレット P179 グランドスティンウィルソン、P7 ハットホイアルプ、168から169、岩月 P102 から103以下、デブラーこの段は、独自研究。ありがとうございます。